皆さんこんにちは、はずんです。斉藤直樹先生の3ヶ月上達法の8枚目を描いていきます。今回はふみちゃんを描いていきます。見た目が可愛い、性格も良い、勉強もできる、つよつよな女の子、それがふみちゃんです。けいたくん目線で見たふみちゃんをテーマにして描いていきます。ふみちゃんはただ微笑んでいるだけなんだけど、けいたくんにとってはキラキラしている、破壊力のある可愛い笑顔に見えていると思うんですね。女の子っぽい可愛さを表現するために仕草は少しあざとくしています。具体的には男の子キャラは取らなそうなポーズを意識しました。例えばこのけいたくんのポーズ、こちらに向かって手を振っているというポーズですが、これは男の子でも女の子でも誰がとっても違和感がないポーズになります。でも今描いているポーズは腕を内側に入れて髪の毛を触っています。偏見かもですが、髪の長い女の子って授業中とか待ち時間とかに髪の毛いじってるイメージあるんですよね。そんなこんなでもうすぐ完成です。完成しました。ではお手本とする斉藤直樹先生の絵と自分の絵を見比べます。と言っても先生の絵を動画に載せるわけにもいかないので、見比べた結果自分が気になった点や改善したい点を書き連ねていきます。自分が気になった点はこんな感じです。たくさんありますね。いや、実質一つですね。ちなみにこのふみちゃんは先生のポケモンカードのイラストを参考にしました。今までは単純に絵のクオリティについて気になるところを挙げていました。でも体のデッサンなどクオリティとして気になる部分はまだありますが、一番の問題は先生の絵に似ていないことだと思ったので、こちらを挙げさせていただきました。3ヶ月上達法も半分が終わり、折り返しですが、これからは斉藤先生の絵に似ているかどうかという視点も加えて見ていきたいと思います。今回は構図についてやっていきます。こういったバストアップの構図自体は斉藤先生も描かれています。ただ先生のポケモンカードのイラストを見ると、全身、少なくとも上半身全体が描かれていました。このふみちゃんの絵が先生の絵に似ていないのは、先生の数あるイラストの中で構図、等身、色の塗り方などそれぞれ系統の異なる絵を参考にしてしまったからかもしれません。同じイラストレーターさんの絵でも参考元の絵の系統は揃えてみようと思います。これを踏まえた上で次回の計画を立てていきます。次回はイナウサを描いていきます。絵柄は今回と同じく斉藤先生のポケモンカードの絵柄を参考にします。全身でポーズをとった構図にしたいと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また皆さんに会いたいので、チャンネル登録・高評価お願いします。ではでは。